Greg Biffle wins at Kansas. Let's go to Jamie Little. 福山さん、はい、今日の優勝したビッフルの走り振り返ってみていかがでしょう。いや、完璧な走りでしたよね。それとまあ車も決まってたでしょうし、やはりここでアベレージが高いのがうなずけるようなレース運びでしたよね。そしてジミー・ジョンソンが2位ということでポイントリーダーになりました。はい、入れ替わりましたね。デニー・ハムリンとの差が8ポイント、はい、わずかですが入れ替わりましたね。ハービックはまだまだ全然チャンスありますよね。チェイスの参戦を終えてどうでしょう。クリント・ボーヤ、マット建設はちょっとイエローランプかな。それから上はまあまあまだまだチャンスありますね。はい、さあジミー・ジョンソンがポイントリーダーになったということでまたもや連覇、そのような期待も大きくなってきました。そうですね、まあ、それを良しとするかどうか波乱を求める人もいると思いますが、まあ、意外とグレッグ・ビフルが今日勝ったんですがあまりポジション1個しか上がりませんでしたね。そうですね、はい、ケビー・ハンビックが35ポイント差、35ポイント詰めてきました。30ポイント差、まあ、この辺はトップ3なんかは本当に僅差ですしね。ジェフ・ウォードン、カール・エドワーズ、いやますます楽しみですね、これはね。そうですよね、はい、まだまだ今回のカンザスと同じような 1.5 マイルトラックも多くあります。終盤楽しみです。本日の放送の解説は福山秀夫さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。次戦はフォンタナです。